天竜吊り橋は台湾台東圏海端里時霧鹿村内にある吊り橋。もともとは日本統治時代の関山越え横断道路の橋として作られ、俗にブルブル鉄線橋と呼ばれた。第20線南横八景の一つとされ天竜橋風景区が設置されている。歩行者専用の橋でオートバイなどの侵入は厳禁とされている。 橋の管理と維持は、台東県政府と台東県政府海端合交所が共同で行っている。天竜吊り橋の北側には、吊り橋が完成した時に建てられた、後村除吉ら41名の日本人労働者の記念碑が残されている。日本統治時代に建てられた天竜吊り橋は、全長101.8メートル、幅1.21メートル、全高7.3メートル。 1993年に建て直された天竜吊り橋は、全長110メートル、幅1メートル、全高8.2メートル、橋から川間までの高さ80メートル、海抜721メートル。日本統治時代の逸話として、次のようなものがある。一名の警察官が着任し、新婚の妻を連れて天竜吊り橋を渡るとき、妻が揺れる橋とが消したの急な流れを見て、 泣き出してしまい、渡れなくなってしまった。このためこの警官はやむなく妻と離婚し、妻は日本へ帰ってしまった。この後、天竜吊り橋は離婚協とも呼ばれるようになった。ありがとうございます。